毎度大きにこんにちは、社会のおじさんジョニーです。よろしくお願いします。今日の内容は国会ですよね。それでは今日も頑張っていきましょう。まずは国会の地位についてです。憲法の第41条を紹介しますので覚えておきましょうね。国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である。もう一度言いますね。国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関であるですね。国権の最高機関、主権者の国民、僕たちですよね、が唯一選んだ国の代表者、それが国会議員なんですよね。だから一番強い権限を与えています。これをね、議会制民主主義って言ってましたよね。そして国会は唯一の立法機関です。法律をね、作れるのは国会だけということなんですね。もちろん国の最高法規である日本国憲法と異なるような法律は作ることはできないようになっているんですけどね。それだけ権限の強い国会なので、この国会の中でも暴走しないように国会を2つにね、分けてます。これをね、二院制と言いますね。日本の場合この2つとは衆議院と参議院に分かれています。これからその衆議院と参議院のね、特徴を述べていきます。少しね、大変ですけども、任期であったり人数、それからね、年齢ですね、などをしっかりね、分けて覚えてくださいね。教科書にね、書いてある表がもう丸ごとね、定期考査にドーンと出てくるっていうことね、あるあるなんで、ここはね、丁寧にお勉強しておきましょうね。それでは議員定数です。衆議院が465名、参議院が248名ですね。任期は衆議院が4年で、こちらの方は解散があります。衆議院のお仕事が丸々4年っていうことはね、ほぼありませんね。で、参議院はね、解散がない6年ですね。一応ね、半数ごとに改選してますので、選挙は3年ごとということになりますけどね。選挙権は同じです。18歳以上の男女ですね。非選挙権、立候補する権利ですね。これは衆議院が25歳以上で、参議院が30歳以上ということになります。この任意制ですが、少しだけ権限の強い弱いを設定しています。同じ力だと話がね、揉めた時に前に進まず何も変えられないですからね。これまでの情報でどちらが権限がね、強いかって分かりますかね。あくまで国民が主権者で、国民の新しい意見で、かつ多くの思いが詰まっていて、幅広い年齢から選ぶことができるのはどっちですかって考えれば分かりますかね。それは衆議院ですよね。これをね、衆議院の優越と言います。どこにね、衆議院に優越性があるのかっていうのを紹介していきますね。1つ目、予算の審議権ですね。2つ目、衆参両議院が異なる意見の場合、両院協議会を開き、話がまとまらない場合は衆議院の意見を優先します。ただし法律案のみ重要ですので、衆議院で再度話し合い、衆議院の出席議員の3分の2以上の再可決で成立ということにしてますね。3つ目なんですが、内閣不信任の決議ですね。内閣が信用できないからやめればと勧告するね、もんだとお考えください。これはね、解散のね、ある衆議院だけですよね。だって家はね、言うだけたらっていうわけにはいかないんですよね。内閣にも衆議院の解散の権限があるんで、お互いがね、覚悟を持って、俺も辞めるからお前も辞めろよみたいな形で、お互い責任取って武器を使えるようにしないと、抑制と均衡が保てないってことになるんですよね。国会の仕事を紹介します。1、法律の制定。2、予算の審議。3、内閣総理大臣の指名。4、条約の承認。5、弾劾裁判所の設置があります。弾劾裁判所に関しては、裁判所あるいは裁判官を裁判するものですね。第三者が裁判しないとね、自分自身が有利な判決をね、出されたらなんかおかしいですもんね。次にね、国会の種類についてお話しますね。4つあります。
まずは通常国会ですね、常会と省略することもあります。毎年1月から開催されていますね。会期は150日です。予算の審議を行います。2つ目、臨時国会、臨時会ですね。3つ目は衆議院の総選挙後に開催される特別国会、特別会ですね。主に内閣総理大臣の指名をするものですね。最後4つ目、参議院のみの開催、緊急集会、緊急会ですね。衆議院の解散中にね、緊急に話し合うことが発生すれば開催するというものです。で、最後に国会の運営方法を勉強しましょう。国会議員に求められる資質は、国民の意見を吸収する力と法律に関しての理解かと思いますね。たまにね、国会議員さんで、ん？この人って人気あるんやけど、法律のね、お勉強足りひんよな、ちょっと法律した方がいいんじゃね？っていうね、人ってやっぱりいてるんですね。これは言うときます。失礼な言い方かもしれませんけど、国民がね、僕たちがバカだと見抜けないと、国会議員もね、おバカさんになってしまうんですよね。なので僕たちが賢くしっかりした人をね、選びましょうっていうことになりますかね。でね、話をね、元に戻しますね。いろいろなね、状況に合わせて国民に必要な法律を作っていくのが国会議員の主な仕事です。例えばコロナですよね。こんなんね、誰もね、どんな法案出せばいいかわからんはずなんですね。なので基本国会議員になれたら、どこかの委員会に所属するんですね。環境に強い人は環境委員会です。教育関連に強い人もいてます。経済に強い人もいてます。公衆衛生に強い人もいてますよね。なのでコロナの場合は、ワクチンは、治療薬は、感染拡大防止するには何が必要やねんっていうのを、やっぱりね、委員会を開いて議論しなければいけません。でもね、国会議員で絶対分からへんから、専門家をね、呼ぶんです。これをね、公聴会と言います。コロナの場合、何人かね、お医者さんやら尾身会長って言ってましたよね。あの人たちがね、専門家なんですよね。ある程度委員会で法案がまとまれば、本会議で多数決ということになりますね。はい、それでは社会科復習クイズへ行きましょう。次の括弧に当てはまる語句を答えなさい。国会は国権の括弧1機関であり、唯一の括弧2機関であると憲法に書かれている1番2番を答えなさい。3番、衆議院の議員定数は何人か。4番、参議院の任期は何年か。5番、衆議院の被選挙権は何歳以上としているか。6番、衆議院と参議院で異なった結論を出した場合に設けられる議論の場を何というか。7番、裁判所や裁判官を国会で裁く場を何というか。8番、衆議院議員総選挙後に開催される国会の名称は何か。わかるでしょうか。はい、答え合わせいきましょう。1番、最高。2番、立法。3番、465。4番、6年。5番、25歳以上。6番、両院協議会。7番、弾劾裁判所。8番、特別国会でした。いかがだったでしょうか。はい、それでは今日はここまでにしておきましょう。法律とか難しいでしょう。国会ってね、出てくる言葉ね、難しいでしょう。この動画でね、少しでも、まあ、少しでもね、いいから身近にね、感じられたら嬉しいんですけどね。まあね、慣れたらね、難しいっていうのも、そうでもないなっていうふうに感じくればね、いいんですけどね。それまで頑張っていくようにね、していきましょうか。それでは今日もお疲れ様でした。皆さん、さよなら。バイバーイ。